赤ちゃんの形態や行動が示す守られ、可愛がられるべき特徴は、人が備える本能と切っても切り離せない関係に、あるが、可愛いという概念も密接に関係している。また、それらは、人という生物種に限らず、他の動物の様体に対しても同様であることが、珍しくない。可愛いは、日本語の形容詞で、愛おしさ、おき深さなど、何らかの意味で、 愛すべしと感じられる場合に用いられる。また、かわいそうと関連するという考え方もある。派生語にはやや意味を強めた、かわいらしい、動詞の、かわいがるがある。道義の古語は、美しである。現代語の、かわいいに該当する古語の、かはゆしは、いたわしいなど相手の不幸に同情する気持ちを指す。共通語、標準語の、かわいいと道義の方言の語彙は、 東北方言、北海道方言の、めんこいや、めごいがある。これらの語は、古語の、めぐしから派生した。めぐしには、いたわしいと、現代語の、かわいいの両方の意がある。かほは、ゆしが短縮された形で、かはゆしの語が成立し、古語では、かわゆいとなり、かわゆいが、さらに、かわいいに変化した。かほは,は、ゆし、かはゆしは、 元来、相手がまばゆいほどに優れていて、顔向けしにくいという感覚で、気恥ずかしいの意であり、それが転じて、かはゆしの、静止しにくいが放置しておけないの感覚から、戦術の、いたわしい、気の毒だの意に転じ、不憫な相手を気遣っていたわる感覚から、さらに、かはゆしは、現代日本語で、一般的な、愛らしいの意に転じた。かわいいの漢字と送り仮名による、 表記の、可愛いは、当て字との説もあるが、中国から伝来した文学等の文書に見られる、愛らしいの意の語、可愛いに由来するとも思われる。この語は現代中国語の普通話で、くるわーいという音形を持つため、日本語、可愛いと音も禁止する。現代中国語でも、愛らしいの意では一般に使用される。形容詞に、そうをつけることで、 推定を表す単語にすることが可能だが、可愛い,いの場合、可そうとなり、哀れみなどの意味にも取れることになり、話者の意図に合わない。そこで、最近では、可愛い,いの語源である、可愛いに、そうをつけた形である、可愛うという表現が適切だという見解も見られる。可愛い,いは幼いもの、小さいものに対する情愛や愛着などを表現する、意味合いが強い。そのため、 恋人などを可愛く思う場合は別として、成人に使う場合は失礼とされた。しかし、現代においては、主に若年層が人物に対して可愛いと表現する場合、対象者の年齢、社会的地位などに対する敬意表現はほとんど考慮されず、目上の高齢者や成人男性、場合によっては、神仏の像や天皇に対して使用される例も散見される。 これは、愛すべき対象の適用範囲が、単なる外見にとどまらず、性格やイメージに関してまで広がったことにより、対象に対して敵意を抱く要素や、威圧的な要素がなく、自身の心を和ませる美点を持つと判断された場合に使われるようになったことによる。また、客観的な有意者に対する場合にとどまらず、若年層の女性が同型の年を含めて、 自身の価値観に基づいて、自身より優れていると認識した人物に対して、使用する例もしばしば見られる。特にその人の社会的地位や役割からして、自分と距離があっても仕方ないと感じている。相手の距離感が近かったり、一時的に縮まった場合に、可愛いと感じられやすい。そこには、言葉の意味の変化にとどまらず、現代日本の若者の感情規範に変化があった。 ものと推測される。認知心理生理学のニットのヒロシは、可愛いを対象が持つ属性ではなく、ある対象に触れて生じる個人の感情と捉え、生物学的な基盤を持つ、可愛いという感情と、文化的価値観としての、可愛いからなる二層モデルを提案した。ニットのは、可愛いと、幼さは直接の相関がないこと、可愛いという感情は対象に接近して、 社会的な関係を持とうとする動機と関連していることを実験によって示唆した。現代では人間や生物の特徴を持たない人工物などに対しても可愛いと認識評価する場合がある。例えば輸入雑貨店の洗濯バサミも可愛い対象になり得る。完成工学の大倉則子は可愛いと評価される人工物の持つ属性の傾向を 以下のように挙げている。可愛いは愛着の表現として用いられる場合がある。例えば、トレーラーの運転手が自分のトレーラーに対して可愛いと表現する例は、運転手がそのトレーラーの外見や機能、使い勝手などに対して感じている愛着を示している。このような用法は他人には理解し難いこともあるだろうが、同じ趣味や、 業種の人たちの間では理解されやすいことも少なくない。また、どうし化した、可愛がるという表現が、本来の可愛いと思うことのほか、自身より目下にあるものを徴用したり世話をする、いわゆる目にかける行為を指すほか、各界をはじめとするスポーツ界などにおいては、反語的に、しごく、いじめるの意味で用いられる。 1990年代以降の若者言葉として、エロ可愛いキモ可愛いのように、異なる形容詞との組み合わせで、どのように可愛いかを指示する用法が生まれた。これは、エロいや、キモいといった部別的、または、きわどい表現を、可愛いとして捉え、そのネガティブな印象を和らげている。エロ可愛いファッションで人気を博した、高田組、2005年撮影。エロ可愛いは エロい、可愛いの合成語であり、セクシーさや性的魅力を含んだ可愛らしさを示す概念である。語の発祥時期は不明だが、2002年のスマートのワンコーナー、チンカメ内で確認される。2003年3月頃には、ゲームソフト、スターオーシャンさんの登場キャラクター、ソフィアに萌えを見出した人物がにチャンネルに SO さんのソフィアタンは、 エロかわいいというスレッドが立っている。エロかわいいという斬新なフレーズに感化されたものが、ノは、エロかわいいというスレッドを乱立させ、エロかわいいは一時にチャンネル内の流行語となった。2004年頃には、歌手の高田組が、自らのセクシーなファッションを、エロかわいいと表現したことから、ファッション界でも、エロかわいいわ。 一般的な言葉として認知され、エロワといった略称も生まれた。ファッション雑誌でも表紙に、エロワの見出しが多く見られるようになり、また、エロかっこいい、エロかっこかわいいといった表現も誕生した。エロワとされる衣服の傾向は、セクシーな要素と可愛い,い要素の組み合わせで成り立っている。セクシーな要素としては、肌の露出が多い、ランジェリー風のデザイン。 シースルーの使用、黒色の使用などが挙げられる。逆に可愛い要素としては、フリル、リボン、レースの使用、水玉模様の使用、ピンク色の使用などが挙げられる。タグ、ブサ可愛いとは、不細工と、可愛いの合成語である。稀に、ブス可愛い、ブスカワとも言う。主にペットや女性に対して使われる。女性に対しては、整った容姿ではなく、 一見不細工なようでも、愛嬌があり可愛らしい女性を指している。またペットに対して、ブサ可愛いという言葉を使うときは、パグやブルドッグなどの愛嬌のある顔つきの可愛らしさを表現する。いささか不細工でありながらも、それが、かえって可愛いという意味で使われる点は同様である。キモ可愛いは、キモいと可愛い,いの合成語で、気持ち悪さや不気味さを持ちながら、 それゆえに可愛らしくもある様。肝ワとも言う。1990年代末から使われ始めた若者言葉でダンシングベイビーなどのキャラクターを指して使われるようになった。当初は人間に使われることはなかったが、2000年代に漫才師のアンガールズがブレイクした時、彼らのシュールな佇まいはキモ可愛いと表現された。キモいと可愛い,いわ。 相反する形容詞であるが、ゴジラのような怪獣が可愛い姿にデフォルメされ、キャラクター商品化される例は以前から少なくなかった。日本国外でも1984年のアメリカ映画、グレムリンに登場するクリーチャーであるモグアイなど、不気味さと可愛らしさを同時に表現しているものは存在していた。2000年代以降のゆるキャラブームによってキモ可愛いとして、 人気を得ているキャラクターが多数存在する。中日ドラゴンズのマスコット、ドアラや、奈良県、平成セと1300年記念事業のマスコットセント、くん、スポンジボブ、ウサビッチ、コビト図鑑、カモノハシのイコちゃんなどがその例である。21世紀現代の日本語、かわいいわ、多言語圏へ輸出されてもいる。 ほとんどすべての輸出は日本語発音、カベータアイ,イの音者型としてである。日本のポップカルチャー研究家、桜井隆正によれば、2009年時点で21世紀に入って世界に最も広まった日本語であり、その広がりは、かわいいに相当する語その言語における、かわいいの借用語を実際に使用しているわけでは、ない高齢世代にも語彙を理解されるまでになっている。 普及していることについて桜井が提示する一つの調査として外務省が2009年2月26日付で行ったポップカルチャー発信誌就任の記者会見やインタビューにおいて当局の配布資料に記されていない可愛いという語に関して日本国外メディアから一切の質問がなかったという事実があるこの例にある通り日本国外メディアにおいて かわいいという語はこの時点で、すでに解説不要なほどに、周知されていた。かわいいにいくらか近い意味を持つ語は諸言語にもあるが、根底にある概念から、極めて類義とみなせるようなものは存在しないため、かわいい、かわいいという語が輸出されて使われるようになったのだと、桜井は分析している。もっとも、日本語以外での語義は、辞書に載っている現代日本語。 可愛いそのままではなく、それを含むかなり広い範囲の意味を持つ、包括的概念と考える方が良いとも、桜井は言っている。実際、日本国外での用法を日本語話者向けに解説する場合には、日本語の用法と、日本語以外での用法を明確に区別する目的を持って、日本語以外で借用語として用いられるものを、 可愛いとカタカナ表記することで示そうとする例が多い。可愛いを象徴するキャラクターの代表格としては、ハローキティがある。他方、日本国外性のより厳密には、日本や東京のテイストを含まないスヌーピーのような、キャラクターに、可愛いは用いられない。つまり、日本語由来借用語の、可愛いには、日本や、 東京を文化的背景とするものに対する評価が含まれているのだと桜井は言う。日本語由来尺用語の可愛いは10代から20代の若い女性の間で現代日本的で小さくて愛らしいという意味で用いるのが主な用法である。この他漫画やアニメなどの日本文化が輸出された際に現地の読者、 視聴者がそれらに登場する可愛いキャラクターに対して、この語を用いる。可愛いの文化論的著作としては、マンチェスター大学所属のイギリス人社会学研究者、シャロン・キン・セラが1995年に表した、キューティーズ・イン・ジャパン、ニューヨーク・タイムズ市の記者兼ベルソンと、ブルームバーグ・ビジネス・ウィーク市の東京支局長、ブライアン・ブレナーが2007年に刊行した、 今日ザリマーカブルストーリーオブ、サンリオザビリオンダラーフィラインフェノメノン、日本人比較文学者、ヨモダ・イヌヒコが2006年に表した、かわいい論などがある。これらの著作では、かわいいを、日本初の完成価値とした上で、未成熟なものを不完全なものとみなす、従来のヨーロッパの価値観に対して、それらを、かわいいものとして肯定的に評価する、 日本的な美の原理に特徴を見出している。ありがとうございます。